理想の空間作りって意外とね難しいんですよ。最終的にはまあ理想に近い空間に仕上がっていきます。笑顔があふれる空間作りをご提案、ラフスタイルまこです。本日も事例シリーズ行ってみたいと思います。今回のご相談者様は30代女性、一人暮らしの方になります。今回のご依頼者様は具体的な、悩みがはっきりしていたんですけれども、悩みっていうかまあご要望ですね、ソファーは置きたいけれどもメンテナンスなどにまあルンバが、ね、通る、高さは欲しいよっていうところ、あとは、まあ、休日には、ね、友人たちを呼んで、このお部屋で集いたいっていうような内容です。で、一つ、ね、制約がありまして、今回新築の物件なんですけれども、もうお客様の方で内装材とか、あとカーテンとか、あと照明器具はもうお選び済みなんですね。なのでその、現状ね、選んであるものに対して家具のコーディネートをしていただきたいというご依頼でした。アクセントクロスもね、グレーが入ったね、ブルーっぽい色のものが貼ってあったので、まあ、こちらに合わせてどんな家具を選んで、まあ、どこに配置していこうかっていうのをやっていきます。で、実際ビフォーはこの状態です。で、家具を置いた状態はこんな感じになりました。今回のコーディネートのポイントになります。今回のコーディネートのポイントは既存のアクセントクロスを生かした色を足すというところになります。で、もともとついていたカーテンはグレーなんですけれども、ソファーやラグなどもね、大きな面積を占めるものっていうのはグレー系でまとめようというところで、結構ね全部グレーグレーなんですね。あとテレビボードもグレーですね。いろんなグレーを使って、まあ、グレーでまとめるっていうことをしました。クッション、ゴミ箱、観葉植物の鉢の小物で色味を足しています。そうすることによってね、アクセントクロスも部屋になじませようっていうところを、意識してコーディネートしています。まだまだ続きます。今回のコーディネートのポイント、家具の選び方というところで、このお部屋の中で結構ね大きな存在感となるソファーの選び方に注意しました。今回選んだおすすめのソファーのポイントは、へたりにくく座り心地よく耐久性あり、まあ、ルンバ使用予定なのでルンバが通れるようにきちんと足の高さがあるものを選んでいます。で、圧迫感が出るのは NG なので、背もたれの部分が高さがね低いタイプのものを選んでいます。今回選んだアイテムはアクタスで購入したソファーになります。アイラーゼっていうねブランドのソファーになりますね。で、背もたれの部分が半分しかないタイプを選んでいるので、ダイニングからも腰掛けられますし、まあ、リビング側からも腰掛けられるし、手前の部分に背もたれの部分が出てこないので圧迫感がないんですね。ただ実際結構大きさもあるので、存分にねのんびりできるソファーを設置させていただきました。休日はねご友人たちと一緒に集うけど、普段はお一人で暮らされるっていうところで、ダイニングテーブルも普段はコンパクトなサイズで人数集まった時には大きくできるっていうね、エクステンションタイプ、伸長式のタイプのものを選んでいます。基本的に空間に圧迫感を出さないように、ね、余白空間をなるべく作れるようにというところで、ダイニングテーブルの足、ダイニングチェアの足っていうのは細いものを選んでいます。空間の中で全体で見るとグレーが多いんですけれども、グレーをちょっとね締めてくれるような感じでブラックを適宜ね入れるようにして、空間の中でね色のメリハリっていうのが分かりやすくなっているかなと思います。あとは普段はリビングテーブルは使わずにサイドワゴン、こちらもねアクタスのサイドワゴンなんですけれども、こちらでね住んでしまうとソファーからテレビ前の空間がね余白空間になって圧迫感もないので、
普段はそうした伝え方をして、でお友達とかにいらっしゃって、まあ、あのリビングソファーの周りで集うよって言った時はリビングテーブルを出して、まあ、みんなでね、あの飲んだり食べたりできるようにっていうところでアイテムを選定しています。でこちらね、ヘイの、トレーテーブルになりますね。各ね、選定したアイテムは概要欄の方に記載しておきますので、ぜひね、皆さん、ね、インテリア好きな方は見てみてください。コーディネートのポイント3つ目は、フレキシブルに使用できるアイテムを選定しているというところになります。ダイニングテーブルは伸縮タイプのものを選定していて、普段はね、コンパクトなサイズで広々空間を確保できるようにしています。でトレーテーブルは必要な時に使用できるように、まあ、移動がしやすいタイプ、圧迫感ないタイプっていうものを選んでいます。でリビングソファーの脇にあるサイドワゴンなんですけれども、ワゴンはねどこでもね使用しやすいように、これ実はキャスターがついてるんですね。キャスター付きって本当にね移動が楽なのでおすすめです。あともう一つね、来客用のスツール、こちらね、あのスタッキングができるタイプのものになっているんですけれども、シンプルな、ね、デザインなので、普段は、まあ、スタッキングしてコンパクトにまとめておいてもいいですし、ディスプレイ台としても使ってもいいですし、ね、ベッド脇に置いて、まあ、サイドテーブルとしてあのナイトテーブル代わりに使っても大丈夫ですっていう感じで、フレキシブルに使用できるアイテムを選定することで、ある程度余白空間を確保できるコーディネートになっていきます。皆さんも、使える、コーディネートのポイントをまとめると、お部屋の中でちょっとね色を足したいよってなった時に、ソファーとかカーテンとかラグなどね大きなもので入れると、どうしてもね色の分量とかバランスとか、ね、色のつなげ方っていうのが難しくなってきてしまうので、カラーを足したい時はクッションだったりとか、あとはね小さなもの、コンパクトめなラグだったりとか、そういう小物でプラスしていくと、大きな部分に比べると、ね、色 あの主張っていうのはやっぱり小さくはなってしまうんですけれども、やっぱり色が入ってくる分空間って賑やかになってくるので、最初はまあそういう色の足し方をしてみるといいのかなと思います。で2つ目、ソファーのあり方と選び方、先ほどもお伝えした、まあ、ソファー選ぶときにルンバを使う方っていうのは、ソファーの足の高さに気をつけること、よく視界に入る場所にソファーが来るのであれば、ソファーの足が細い方が、圧迫感はなく見えます。ただそこの空間をちょっとねかっこよく見せたりとか、重厚感あるような雰囲気を出したいというようであれば、ある程度ソファーの足もね太めのタイプのものの方がいいかなと思います。3つ目、シーンを想定した家具の選び方っていうところで、このお部屋でどういう風に過ごしたいっていうところが、まあ、シーンを想定したっていう部分になるんですけれども、お友達とお食事を楽しみたいとか、家族で笑顔を見たいみたいな感じで、どういう楽しみ方をするのかなっていうところで、必要なアイテムと必要なサイズっていうのがはっきりと分かってくるんですね。なのでお部屋コーディネートするときに、ただなんとなく あれが必要だよね、ダイニングチェア、ダイニングテーブルみたいな感じで書き出しをするのよりも、まず最初にその部屋でどういうことをして過ごすのかっていうところをね考えていただくと、よりね皆さん考える理想的なお部屋作りに近づくと思うので、ぜひねあのこのポイントチェックしてお部屋作りを楽しんでいただけるといいなと思います。で実はねこのコーディネートを行う前に、もうこの建具とか、床などのね木質の分量が多いのがすっごく気になっていて、でそのためね、あの色合わせや分量っていうのもすごく細かくね計算したんですね。例えばこのお部屋ってカーテンもソファーの張り生地もラグも、テレビボードもグレーなんですよ。通常こんなにグレー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 でまとめて大丈夫かなってなるんですけど、グレーでもちょっと赤みがかってる、青みがかってるとか、全部同じグレーじゃないんですね。なのでその個々のグレーとの相性がいいのかどうかっていうのをサンプル生地などをね合わせながら結構細かく計算していきました。
で実際ねコーディネート終わった後のねご感想では自分がイメージしていた理想の空間になりましたっていうところでね嬉しいご感想をいただきました。で皆さん理想の空間作りって意外とね難しいんですよ。私自身もあこんな空間いいなみたいな感じでイメージが出てくるんですけど、そのためにどこをどうしてっていうのは分かるんですけど、これ使えるからもったいないなとか、自分の好みはこっちだからこっち入れちゃおうかなとか、意外とちょっと軸が逸れてしまって自分が思ってたコーディネートよりちょっと外してしまったなんて方もね結構多いんですね。なので理想の部屋を叶えるためっていうのはもう本当に面倒ではあるんですけれども、紙に書き出しをするというところからねやっていただくと、ちょっとねブレそうになった時、もう一度そのコンセプトシートとかね見直してもらって、元に戻ってもらってっていうことを繰り返してやってもらうと、最終的にはまあ理想に近い空間に仕上がっていきます。はい、今回は女性の一人暮らしの空間のご紹介でした。皆さんいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。我が家もカーテンとかラグとか模様替えをたくさんしたんですけど、フロアライト、この隣にフロアライトあるんですけど、フロアライトもね交換してるんですね。でフロアライトも実はこのベースの色が違うっていうだけの交換をしてます。本当に物自体を変えるのではなくて色違いっていうところなんですけども、色違いでもこんなに印象が変わるのかっていうぐらい本当にびっくりしてしまったので、色の印象っていうのはねすごくコーディネートの出来上がりに左右してくるものなんだなっていうのは自分自身で体感しました。もしねよかったら皆さん、私のビフォーのお部屋と、ね、アフターのお部屋、ね、見比べていただければと思います。じゃあねー。